パブロ・ニエト・アギラールは、スペイン・マドリード出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で、延べ13回のチャンピオンを獲得したアンヘル・ニエトの、息子。兄のアンヘル・ニエト・ジュニア、いとこのフォンシニエトと、同じく、ロードレース世界選手権に参戦した経験を持つ。1995年には、ミニバイクのマドリード地方選手権で3位。 ハスティー・リャラマンチャ州の選手権でチャンピオンを獲得した。1996年には 125cc カジバカップ。1997年からはロードレースヨーロッパ選手権 125cc クラスに参戦を開始した。1998年にはロードレース世界選手権第12戦カタルニアで アニエ、レテの所属するチームから 125cc クラスのレースにワイルドカード枠で GP デビューを果たした。翌1999年からはデルビーチームから GP フル参戦を開始し、エースライダーのウィオーイチのチームメイトとして3シーズンを戦った。このチームでは2000年に68ポイントを獲得し、シリーズ13位に入ったのがベストシーズンとなった。 2002年には、ホルヘマルチネス率いるアスパーチームに移籍。アプリリアのワークスマシンを買って初表彰台、初ポールポジションを獲得し、シリーズ6位に入る活躍を見せた。2003年には、第11戦、エストリルで、初優勝。他にも2度表彰台に立つ活躍を見せ、ポイントは、前年より多く獲得したものの、シリーズランキングは1つ落として7位となった。 アスパーチーム最後のシーズンとなった2004年は表彰台2回の獲得でシリーズ6位となった2005年にはデルビに復帰したがマシンの競争力不足でシリーズ13位に終わる2006年からはマルチメディアレーシングチームに移籍し再びアプリリアを買ったが今回はプライベーター仕様のマシンだったこともありランキングはまたも13位に終わった フル参戦10年目となった2008年、パブロは 125cc クラスの年齢制限の28歳に到達することもあり、この年が現役最後のシーズンとなった。父アンヘル、アニエレテと共に立ち上げた新チーム、オンデ2000のライダーとして、KTM のマシンを買ったが、シリーズ21位で最後のシーズンを終えることになった。 パブロは引退後、アニエレテと共にオンで2000チームの運営に集中することになった。2009年よりチームは最高峰、モートジッピークラスに移り、現役復帰したセテジベルナをライバーに、ドゥカティデスモセディチを走らせることになった。ところが、スポンサーのグループフランシスコエルナンドが、資金難に陥ったため、シーズン途中で撤退の浮き目にあってしまった。 2010年には、兄と共に、G22 レーシングを立ち上げ、新たに始まった、元2クラスに、森脇のシャシーで参戦、いとこのフォンシニエトが、エースライダーを務めた。ありがとうございます。